皆さんこんにちは。兵庫県議会議員の永瀬武史です。今日は皆様方を兵庫県公館にご案内したいと思います。今正門なんです。どうぞこちらお進みください。皆さんにご覧いただいている公館の周りは普段開放されてますので、たくさんの方がこちらで休憩をされております。この中はですね、今私たち兵庫県議会の臨時の本会議場として使われているんです。じゃあどうぞ。ご覧ください。こちらが大会議室の入り口、本会議場として使われている大会議室の入り口になります。今日はちょっと別の用向きでこう室内が変わってますので、中にご案内できませんが、このようなところで私たちは今、本会議に参加をさせていただいております。で、今日は普段なかなかこう通り過ぎてしまうんですけれども、この兵庫県公館の前に歴代知事さんのですね、ブロンズ像があるんですね。で、私の横にいらっしゃる方が、岸田幸雄さんとおっしゃいます。この岸田幸雄さんをなぜ今日紹介するのか、ここが2代目の兵庫県庁として戦後機能していた時、ここで阪神教育闘争というものが起こりまして、こちらのこの岸田知事が暴徒化した在日朝鮮人によってここに監禁をされ、そしてここ神戸市及び阪神間に対して実は戒厳令が布告されたんです。戒厳令、日本の近現代史で戒厳令というのは226事件だけと思いの方が多いと思うんですが、実は戦後ここ神戸を中心に戒厳令が布告されてたんですね。そして当時まだ日本は独立前でしたから、GHQ の兵庫軍政部というところから武装した、主に米軍のですね、兵士たちによって、岸田知事も、解放され、ここをボートがですね、占領してた人たちも、この排除されたと。これは阪神教育闘争なんです。この阪神教育闘争というものがあってということだけではないと思うんですけれども、とかくこの兵庫県は、この朝鮮学校の問題しかり、拉致問題しかり、この日本と朝鮮半島の問題の、ホットポイントになることが非常に多いところなんですね。先般の一般質問におきましても、朝鮮学校の補助金の問題が取り上げられました。子どもに罪はないというその一言で、全国でも突出した補助をですね、これからも続けようとするその兵庫県の姿勢に対しては大変厳しい質問が投げかけられまして、その補助が本当に、多文化共生に役立つのか、もしそうならば多文化共生って一体何なんですかというふうに、当局に詰め寄る場面もありまして、なかなか当局からの答弁というものは、そうだな、制裁を欠くなというふうに思いながら私は聞かせていただきました。このようにですね、私たちはね、知らないことがたくさんあるんです。この阪神教育闘争も私最近まで知りませんでした。これからはですね、この未来のことを語ると同時にですね、私たちのこの足元の歴史というものにもね、しっかりと焦点を当てていきたいなと思います。今日はこの兵庫県公館から、阪神教育闘争の現場となったこの中から、被害に遭われたこの岸田知事のブロンズ像の横で阪神教育闘争と県の在り方、朝鮮学校への補助金の在り方についてお話をさせていただきました。皆様のご意見も頂戴いたしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。最後にチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。